マッキーとケンタ、セカンドシングル発売&ドラマ、旅クラゲ探偵日記、放送へ。撮影イコール玉井美代子。2.5 次元系舞台を中心に活躍する荒牧慶彦と水江健太が組んだ期間限定ユニット、マッキーとケンタ。ドラマクリップと同時に公開されたファーストシングル、コーリング、が注目を集めた。その後も怒涛の展開で、セカンドシングル、ナッシングバッドのリリースを発表。さらに6分の1、キスタートの連続ドラマ、旅クラゲ探偵日記、夜0時59分から1時29分ほか、MBS ほか、で W 主演と、ファンをワクワクさせる情報が目白押しだ。憧れの声優、津田健次郎と共演。セカンドシングル、ナッシングバッドの制作にあたり、二人で相談したことはありましたか？水江健太、候補が何曲かある中で選んだんですけど、美はマッキーさん、荒牧とは相談していないんです。二人ともおのおので、これが良いよね、と選び、意見が一致しました。その段階で惹かれる曲だったんだな、と。マッキーさんとは、好みが近いところもあるかもしれませんね。荒牧慶彦、健太が同じ曲を選んだと聞いて、びっくりしました。僕は普段からあまり迷わなくて、例えば洋服を選ぶときも、よし、これ、という感じで即決するんです。今回の曲も、第一印象ですぐ決めました。この曲はドラマ、旅クラゲ探偵日記の主題歌です。YouTube で公開中のコーリングドラマクリップと地続きの世界ですが、違う魅力も生まれているのでは。荒牧、世界観がより明確になっていると思います。ドラマクリップでは、旅クラゲという探偵を二人でやっているという漠然とした表現でしたが、なぜこうなったのかという二人の過去や未来も少しずつ明らかになっていきます。いずれ、時系列的にドラマクリップより前の時期も書かれます。二人の関係性がより深く理解できるので、そこも見どころになるんじゃないかと。荒牧、ドラマを見てからドラマクリップを改めて見ると、もっと楽しめると思います。ドラマには岡宮久留美さんや津田健次郎さんなど、驚きの顔ぶれも参戦しますね。荒牧、ありがたいですね。ライム君とはイベントなどでニアミスはあったものの、がっつり共演するのは初めてでした。今回は僕の弟役なんですが、すごく明るくて、自分と少し雰囲気が似ているような気がします。いずれ、ライムは過去にも共演していますし付き合いも長いから、もともと仲が良くて。相変わらずと言いますか、わら、今回の作品に出てくれてありがとうという気持ちです。荒牧、津田さんに関しては、僕はアニメ、遊戯王デュエルモンスターズ、2000年から2004年、テレビ東京系、ど真ん中世代なので、貝羽瀬戸を演じていた頃から大好きで、お芝居で共演できるのは本当に光栄ですし、津田さんは声優が本業ながら声だけじゃないお芝居の仕事もやっていらっしゃるので、何でもできる人だな、と思いました。いずれ、津田さんとお会いするのは初めてでしたが、僕もアニメで聞いていたあの声が大好きで、共演が本当に楽しみでした。実際に会ったら、とにかく渋くてかっこいい、一緒のシーンが多かったので、空き時間はいろいろとお話しさせてもらいました。なぜこの業界に入ったのかというお互いの過去とか、今の活動など、深い話まですることができて、本当に気さくで優しく、すごく紳士で、こういう大人になりたいなと感じましたね。テクスト、二人のキーワードは、ゲーム、簡単不疑問符3分の2。123、